どうも、サムライです。それでは本日もマリオメーカー2みんなでバドをやってきますんで、よろしくお願いいたします。さあ、スタートしていこう。さあ、それではキノピコでやっていくわけなんですけど、このコース、なるほど。オッケー、わかりました。そういうコース、登っていくタイプっていうのはわかりました。このコースは登っていくタイプ。オッケー、オッケー。さあ、それならばね、ワンチャン、頑張って、登っていこうと思う。さあ、登っていくコースはね、結構慣れてきた部分はありますんで、さあ、その、慣れてきた部分っていうのをね、うまく存分に活かしきれればいいなと思いながらもやっていくわけなんですが、オッケーはね。さあ、突っ込ませてもらって、さあ、ちゃ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 、重いな。オッケー、わかった。さあ、大丈夫。でも、まだね、結構ね、先に行っているような状態ではあると思うんだけど、マリオさんがここで追い上げてくれ。ここで追い上げてくる方もいらっしゃるから、油断はマジでできない感じにはなっておるんだけど、はい、オッケー。さあ、一歩一歩で噛み締めて、踏み締めていければいいんじゃねえかなと思っちゃうんだけど、どうなんだい？最後はね、難しくなってる可能性もあるからな。ここは緩やかに行けたとしても、最後だけがね、とてつもない難しさを醸し出してるコースっていうのも十分に、ちょっと重いけど、ありえるんで、それにね、決して気をつけていきたいなと思う感じでございます。がね、さあ、なんとかいった。よかった。一番最初にいったんじゃないか、これ。どうなんだい？どうなんでしょうか。これはちょっといただいちゃっていいのかな？ありがとう。よっしゃあ、そんな感じでね、本日も、マリメ2、やっていくんで、よろしくね。サムライゲームズやっていく。さあ、やっていく。ルイージでスタートしていきます。後ろからにはなってしまったけど、これはなんとか2番目に、危ない、怖い、やられた。さあ、そんなコースを私はね、飛んでいこうと思う。飛んでいければいいなと思っちゃうよー。オッケー、飛んでは。私飛んだけど、どうなんだい？これはこのまま行っちゃっていいのかもしれない。オッケー。いいのかもしれない。飛んでいけた。よいしょ。待て。よし。わかった。こっから、こうだ。いける。いけるぞ。ありがとうございました。これはいただいていく。お疲れ。キノピコでやっていく。これは上から飛んでいく。さあ、どうなんだい？いや、それはゲットしたいところもあったけど、いや、怖っ。ちょろっぺ、怖い。怖い。結構ちょろっぺ来る。結構来るね。オッケーオッケー。さあ、そんなね、チョロプータイムがいっぱい来るんで、やべえ、マジで。いや、いろんなとこから来るぞ。このチョロプー、マジで怖い。マジで怖い。さあ、地面とこには必ず来ると言っていいのかもしれない。このチョロプー。おっかねえ。おっかねえな。オッケーオッケー。さあ、そんなね、おっかねえファイヤーとかもいっぱい来るじゃねえか。おっかねえ。怖えですけど大丈夫。なんとか先へ行けますが。さあ、どうなんだい？ファイヤーとか俺何も持ってきてないんだけど。何も持ってきてない。オッケー、危なかった。あ、待って、これどうだろう？こっから行っちゃった。あ、いいんだよ。大丈夫っぽい。大丈夫っぽいけど、本当に大丈夫か？本当に大丈夫か？怖いね。怖いんだけど。ちょっと待って。あ、怖い。危なかった。マリオで行きたいこのコース。そこに穴があるならば、どっかに鍵があるのでしょう。さあ、そんな気持ちで、あ、待って。鍵ゲットしちゃった。鍵ゲットしちゃった。おー、ちょっと、いけるかな？いや、ダメだ。これはやっちゃった。ここはゲットしていけるかなというところですが、どうなんだい？私ゲットした。いってない。いけなかった。ダメだった。でも、ここでもう一回チャンスが巡ってきました。チャンスが巡ってきたということは、いけるということは、さあ、いった。さあ、どうなんだい？いや、ここは来たぞ。オッケー。どっちかな？成功法で行く？成功法で行くのならば、間違いなく、だよな、上っぽいような気がする。上っぽいような気はしちゃう。確かに。そうなんよ。上っぽいような気はしちゃうんだけど、さあ、よいしょ。これどっち？なるほどな。オッケーオッケー。難しい目のコースにはなっておりますけども、さあ、このまま、当たりながらでも進んでいこうと思います。さあ、猫ちゃんゲット。猫ちゃんゲットはかなり大きいんじゃないか、これ。だよな。いけちゃうんじゃないかな、これ。いいぞ。悪くない。さあ、猫ちゃんのまま行ってみようと思いますが、待て。こっちは合ってんのこれ。そもそも合ってんの合ってないよね。合ってないじゃないか。なんだこれ。本当に。こっちじゃねえじゃねえかよ。どうなってんのこれ。どうだここじゃなくて、ここじゃないの？何？どうなってんのこれ。上？ああ、そこか。そこか。なるほど。ああ、全然思いつきもしなかった、俺、今。やられた。やられちゃったよ。はい、オッケー。なんということでしょう。はい、ほい。よいしょ。いったけど。これはひでえ。あー、なるほどな。そういうことか。そういう感じか。なるほど、なるほど。オッケー、オッケー。わかった、わかった。よいしょ。やべ。危ない。そういくじゃん。こういくじゃない。いったな、これは。これは完全にいったんじゃないか。どうなんだ。いやー、マジでいってる。さあ、もっぺん来たけど、これは大丈夫な気がする。だって、ここまで来たんだもの。だって、このまま来たんだもん。うわ、嘘だ。嘘だろ。嘘だろ。嘘だと言ってくれ。嘘だと言ってくれ。頼むから。マジで言ってる。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って。そんなバカなことないよね。これいかれ、やばかった。おー、ナイス。ナイスだ。よいしょ。来たかもしれない。これはまだワンチャンだ。というわけで、本日のバトル、終わっていこうと思います。お疲れ様でした。いやー、そろそろですね、暑い時期が過ぎて、過ごしやすい時期というのが始まってくる頃だと思います。まあ、そんな過ごしやすい時期になったらですね、そろそろね、実写バージョンとかも含めた動画なんかもね、出せたらいいなって思ってるんですけど、どうしましょうか。どうしましょうかっつってもあれなんだけどさ。いや、ただね、やるにあたって、どうしてもね、一回その身なりを整えるっていうのがめんどくさい部分がありまして、もうやろうと思ったタイミングですぐやりたいんだよね。メリットとしては、リアクションをもっと出していけるかなっていうところもあってさ、一応これから来る秋のね、どっかのタイミングでやってこうと思いますので、もしよければ、そちらもよろしくお願いいたします。若干慣れるまで恥ずかしさとか出そうだけどね。うん。では、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。